ありがとうございました。この辺の課題の重要性について、皆様と共有できればというふうに思います。どうもありがとうございました。次に参ります。事業評価の内容とその全体傾向と、新行政評価システムにつきましてでございます。この辺は組織内の基本的な仕組みの問題であるという認識の中で、一方的にでもダメですし、いろんな声を聞きながら修練させて、関係者が満足しなきゃいけないというふうに思っています。で、今は制度のためにいろいろこう、やっている状況ですが、それを事業を遂行なさった方が本当に満足できるような評価になっていくかという意味では、また次のステップがあるのかなと思っています。その中の難しさという意味ですね、1点目の質問がテーマの難易度、それから複雑性、こういったものはどのように加味されているのでしょうか。お願いいたします。企画政策部長。すべての事業についてですね、申し上げるわけにいきませんが、基本的にはですね、かなり挑戦的なことをお願いしています。と言いますのも、総合計画の中でもですね、職員の行動指針を謳っておりますが、地域をですね、より良くするために常に失敗を恐れず挑戦的にということを謳っておりますので、そのスタンスで常に臨んでいますし、各事業もそういうことでございます。ワン議員。ちょっと難易度と複雑性ということに対してはですね、言いづらいところがあるのかもしれませんが、基本的に自治体経営という中で高いスループットを上げながらテーマを積み重ねていかなきゃいけないという中で、チャレンジャブルなテーマについて、なんていうんですかね、そういう、テーマの認識は持っていただいたとして、あえてその難しいテーマにチャレンジしたんだというようなことに対して、プラス側とかですね、そういうような配慮というようなことも必要になると思います。ややもすれば、初期の段階では目標の低いやりやすいテーマを、完結したというようなこと、そういったレベルのことではなくて、いかにやっぱり高い目標に対して皆さんがチャレンジした、でそのチャレンジに対して誇りを持って進めたということが次につながるのではないかというふうに考えますので、合わせて検討していっていただけたと思います。それで、いずれにしましてももう一つの大きな課題が、内部評価ということに対して、先ほどご説明いただきましたように、市民自身の評価項目が当然出てきて、出てくるものと思われます。で、このあたりをタイムリーに効率よくご意見を伺うという仕組み、これ自身もまた非常に大きなチャレンジ目標でありますし、整備していかなきゃいけないというふうに思っていますが、ダブリの質問になるかもしれませんが、市民からの評価、声というのはどのように、拾っていかれるのでしょうか。質問させていただきます。企画政策部長。基本的には先ほど申し上げました部分、客観指標と主観指標で、その主観指標の部分につきましては、主な市民アンケートということになりますので、それを継続する中でですね、その市政の満足度を含めて、さまざまな質問をさせていただいてますので、それをもとにですね、PDCA を回していくと、こういう考え方でおります。5番議員。はい、個別にいろいろ声を聞くというよりもですね、そういうやはり、市民の関係する方々の声を、やはりタイムリーに正確に拾う、そういう仕組みが必要ですということを私は思っております。で、個別の事業担当の方がいろいろヒアリングとかインタビューをされるというケースもあるかと思いますが、すべての事業が市民評価項目があるとすれば、
そういったものを効果的に捉えるそういう仕組み、市民との行政と市民とのインターフェースの中で声を拾うための仕組みというのが今後必要になるのではないかということでございます。ご検討いただければと思います。はい、次に参ります。子育てしやすい町、日本一のマイルストーンについてであります。また田中部長でありますが恐縮ですがよろしくお願いします。それでお聞きしたいのはですね、まず今回 の政策の中でちょっとこれは主観的な意見になります。人口減 問題に対する目標設定というのはですね、あまり市民から見た場合に関心がございません。人口が少し減ろうと、もう決定的な状況にならない限り、これはどちらかと自治体経営という立場の中で確保するということというのはよく理解できるところでありますが、市民から見れば人口が例えば少し減ったとかっていうのはあまり関心事ではないような気がいたします。できれば元気な町であってほしいという思いはありますけれども、これが全国的な傾向だとすればあまり関心ではない。つまり何に関心あるかというと、やはり具体的な施策でございます。でどういうサービスが提供されて、自分たちの生活がどう変わっていくかということを考えますと、こういった先ほど言われました中期戦略あたりのところの項目が具体的に具現化することで、初めて市民が満足して、じゃあこの町に人口流入があって、結果的に人口減問題を抑止できたというような構図じゃないかと思いますが、この辺についてどのように考えられますかっていう。企画政策部長。確かにおっしゃるようにですね、ただ人口の話はですね、私ちょっと違う考え方も持っていまして、実は私はちょっと自分の住んでるところを見ましてもですね、人が減っていくということはその、集落の維持まではいきませんが、さまざまな影響をやはり持っています。で例えば移住定住をですね、そういう村部でやるときにはそういう思いのある地域についてはすごくそういうことの条件整備をしましてですね、で人を呼び込んできて、で集落の中に例えば一つでも二つでもですね、その若い夫婦が入ってくれば相当なインパクトは実はございまして、そういう部分は私少し感じていますので、大きなマクロの部分のその人口のお話とその自分の身近なところのところを少し考えたときにはちょっとそんな部分もございます。まずそこでそれで言ってるんですが、もう一つちょっとその辺の関係、ご番議員関係について市民感覚としたらどのように受けたらいいのかなということの、ご助言をいただければと思いましたが、なかなか難しいかもしれません。はい、で、あとちょっと別サイドでお聞きしたいことがございます。今の中期とかですね、実施計画と、特に実施計画を見た場合に あまり深く理解しているわけでもないんで、間違ったらご指摘いただければと思うんですが、例えば今までの事業展開の経緯から、個別で、やれるところからスタートしている。で、アイデアのあるところからスタートしているというような状況はないでしょうかということです。で、つまるところ、大きな目標に対して、それを何て言うんですか、演繹型っていうんですか、アルビ議論からブレイクダウンしてきたような、事業項目に、そういうものもあるべきだと、私は決してそれで全てをトップダウン型でやれと言ってるわけではございません。現状現場を見た形と、そういうあるべき論から接点を求めていくということが非常に重要だというふうに思いますが、現状 の事業を見られた場合に、とにかく今までの継続ですとか、それからやれるところから着手しているというような状況はないでしょうかっていう。企画政策部長。先ほども少し申し上げましたけど、実施計画のやり方をですね、今回少し変えました。と言いますのは、ご自走の9年間ですね、この議論をずっと町内でやってまいりましたので、で
今までのやり方ですね、3年をこうずっと1年ずつ送っていくローリング方式というものを取っていまして、でこれは例えば計画から言いますとですね、計画なくても進んできますね、これってどっかで止めない、フィックスをしないとですね、なかなかそれがいかないと。で計画を作ったらそれを実施して評価をして次へつなげていく、まあ、そういうサイクルを考えていますので、9年の長期戦略の中を3年3年3年の中期、その中期の中は基本的にフィックスということで、それは着手しやすいことからではなくてですね、ご自身の議論の中でやりましたので、今おっしゃったトップダウンもありますし、当然ボトムアップもあって、でそれをまとめたのが今回の実施計画でございます。で実施計画そういう枠でやったんですが、基本的には、まあ、日々状況は変化してきますので、じゃあその枠の中で新しいことをやるときは今までのどれかをやめてやるのか、よそからお金を取ってきてやるのかと、まあ、そういったところの議論をさせていただきながら組み上げたのは今回の、まあ、システムということでございますので、これから実施をしていく段階でありますので、まあ、説明会の中でも実際やっていただく方にですね、このシステムの成否は左右されますので、我々も丁寧な説明もしますし、そういう意欲でですね、取り組んでいただけるように副市長の方からもグルーピアを使ってですね、言葉を流していただいたようなこともございますので、期待をしているところでございます。小判議員、最後ですけども、いずれにしましてもですね、今年生まれた子どもがですね、9年経つとですね、もう小学校何年生かになってしまうわけです。でそういう意味でお話した、まず3年後、まあ、状況によっては来年どう変わるのかというようなことを結果が出る前にでもですね、こうアナウンスして、あ、これはいいねと、で期待感を持ってもらうような動きですね、そういったものも今回 の、 私の質問のいかに情報発信をするか、広報的に出していくかということも、ご考慮いただければというふうに思います。はい、ありがとうございました。続きまして、ゴミ袋単価の検証状況についてでございます。先ほども、丁寧なご回答ありがとうございました。でそれで、ちょっと、質問できなかったことがあるんですが、まず可燃ごみ袋の手数料を現行の半額にした場合に、どれくらいの歳入不足になるのかという、まあ、シミュレーション状況をとお聞かせください。市民生活事業部長。処理手数料を、まあ、消費者ですけれども半額にした場合の影響でございます。現在の収入につきましては先ほど申しましたけれども、これが半分になりますので、すみません、埋め立ても含めますけれども、はい、3725万円が減額になります。それから有料化によりまして、可燃ごみが 30% 減ったという状況が出ております。それが 15% 増えるということになりますので、その分の組合の負担金が1300万円増えます。また可燃ごみが1200トン増えますので、収集運搬料これが1200万円増えます。埋め立てごみにつきましては、こういった経費ほとんど影響がないと今のところ考えております。これらによりまして収入減と支出増の合計年間で6225万円、が増えますし、このほかですね、最終処分場への埋め立て焼却灰が、10% 約230トン増えますので、その分寿命が2年間、短くなるというような現象も出てきますし、また増加した焼却灰、現在やっています資源化する経費としまして年間さらに700万円ほど必要になってくるというような、まあ、数字だけ言えばそういうような状況になります。